はい、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日もマージマンション続きをやっていきたいと思います。さて、もうね、一直線にイベントをね、やっていくよ。ちょっと待ってよ。まずね、どうするかという問題ね。これからにしとくか。どうするか問題。うん。もうちょい。なんかぴったりならないな。まあいいや。合体。で、天然の防虫剤。でもこれクリアしてもね、レベル31にもならないんだよね。まだ。タコ。タコか。ちょっと待ってよ。で、上のタスクをなんとかするためには、でもタコの方が絶対楽なんだよね。というわけでね、これをね、作っていきますが、マシュマロも作らないといけません。マシュマロ先の方がいいかな。予定変更でマシュマロを作るか。まず。マシュマロ作って、今日は、また無限を使って、マシュマロを、この、5、1個あるんだけど、マシュマロの袋。もう1個ぐらい出しときたいかなっていう。もう1個。いやー、何からやる？残り時間が、あと1日ないかな？ 1 日ぐらいか。レベル32だっけ？までいけるかな。待って、両方やりたいな、この。マシュマロ作りの、マシュマロ作りの、蜂蜜も作りの、まだかかるな、これ。先に蜂蜜を作ろう。ちょっともう右に左に落ち着かないプレイで申し訳ないが。でもね、一個の蜂蜜ではマシュマロができませんので、そんなことやっとったら終わらんな。いや、ちょっと準備だけしとこう。とりあえず準備だけ。軽く準備だけ。蜂蜜も準備だけ。蜂蜜も準備だけして、ちょっとスペースをね、あ、まだだ、使いやすくして、でもどの段階のさ、丸太がいるって言われるか分かんないから、一回ここで、ちょっと待ってよ、これもここで止めといて、で、まあ無限使うか。いや、待って、その前にこれをもうちょいスマートに
スマートにしておきたい。今合成するつもりじゃ、そんなつもりじゃって感じだ。まあいいか。今、合成するつもりがあんまりなかったけど、合成になってしまった。で、いや、マシュマロー。マシュマロー。これも合成しとくか。ちょっと待ってね。あ、その前に、あれ行ってこよう。ラッキーキャッチ。カジキ。二島、カジキ。重量はまだまだ、まだ遠い。どこに、あ、どこに行ったかと思った。びっくりした。スーパーレア。ここか。うん。ちょっと待ってね。同じ種類が出るとは思わなかったな。で、こうで。さあ、どこから削っていく？やっぱね、こうかな。左上も削りたいけどね。あと2分で危な。あと2分で。お、旗。レジェンド。28キロ。比較的28キロは。で、せっかくいっぱい作ってきたんだ。アンコーマン。これありがたいな。よし。おっと。景気がいいぞ。よいしょ。こんなもんか。あとはこれ。体力なくなる。こうしとくか。あとは回収です。まあ、今回もレベル3ぐらいまでいければ、まあまあ上等かなっていう イメージ。あ、まただ。むむ。一回見てくるか。OK。え、でも25回復は大きいよね。ちょっと CM は正直だるいけど。一回ここまで作っといて、ちょっと待ってよ。なんとかちょうどいいところにしたいな、これ。完成線でもいいけど、ちょうどいいところに。あ、完成するか。よしよし。これ25で出すべき？
テーブル結構貴重なんだよね。ちょっと悩まして。とりあえず放り込んどっか。で、あとは、マシュマロなんだか。25ぐらいなら出しとくか、1個ぐらい。もうあんまり後がなくなってきたから。で、これどうしようか。もうちょい。回復してくるか。あ、でもあと20秒か。ちょっと待ってもらうかな。あ、そうか、こっちもタップ数がいるんだっけ。しまったな。はい、あと6秒ですね。2、1、0。OK。で、向こうに行って、これ使って、一回準備をある程度しよう。準備をしよう。テーブルが多分、カフェテーブルじゃないわ ピクニックテーブルが足りなくなると思うんだよね。今回結構自分の中でダイヤっていうかジムか。結構使った気がする まあ、そんな日もある。使いたい時もある、ジムを。うーん。なかなかバランスよくいく。あ、切れた。切れた。どうしようか。タコ作りたいね。タコ。タコ。できました。これを収めるか。25はまあまあだよ。夕焼けが作る幻想世界。あ、それなんだ。しゃあない。この2点。レモンのクリームパイ。わ、やっと。31までいった。32までいけるか？これ。ちょっと目標に昨日立てたけど、割としんどいぞという。割ときついぞ。で、次にもらえるのがこの旗。とりあえず、いくつか出して、まあ、不足が出ても困らないぐらいにしておいて。あ、これ合成できるやつ。まあ、こんなもんかな。合成しとこう。左端が結構、今から無限やるにしては微妙な空き具合。どういたすか。いや、これ、なんとかしちゃおう。
れぐらいにしといて、これ合成してしまう。半端半端、どうしようか。うん、うん、これくらいの半端じゃないな。押せ、追い込む。これも入れておくか。1,2,3,4,5、こんなもんか。あんまり大量にあっても邪魔だと思うし、加減が難しいな。減らしすぎると邪魔、あ、じゃあ減らしすぎるとちょっと不足時に不安、多すぎるとトロピカルのフルーツ、トロピカルフルーツのプレート。あ、それか。これどうしようかな。クリームチーズベーグル。マックス見たい気持ちはあるんだよね。今合成してもレベル7。うん。とりあえず、まあ、ここで無限を使いますか。今でしょ。これは今でしょ。まあ、盤面としては今現状割と安定している状態。今でしょ。いや、待ってよ。これね、ちょっといつも放り込んでから若干の時差があるね。これ放り込んでから一回時短を使いに行ってくる。これじゃね？オッケー。で、無限を使います。それまたね、静かになると思うんでね。その点は、ご了承いただければと思いますが。うん。あ、珍しく出た。出たけど、どこに置いとこう。とりあえずここ。いやー、でもあの段階まで持ってくのは結構しんどいぞ。レベル8だっけ？8は大きいぞ。あ、なんか崩れた。血は大きいけど、あとつるみたいなのが出なさすぎて、出なさすぎて、もうカゴのレベルマックスなんて夢のまた夢ぐらいな感じの状況だけど、普通に言ったら作れるのか、どうなのか。カゴね、カゴもだけど、その燃えかすの、その後。燃えかすも厳しくない？なんかダイヤモンドとかできてるけどさ。じゃあこの先、できましたね。ちょっと待ってよ。ちょっと一回収めてくるね。絶景の撮影スポット。次マシュマロなんだ。ちょっと待ってよ。マシュマロのその袋の方なんだね。袋の方取られるのきついね。あと2分半ぐらいか。
なるべくたくさん出すよ。あと2分ぐらい。なるべくたくさん出すんだ。あと1分半ぐらいしかないか。あと1分ぐらい。よいしょよいしょよいしょ。あと43秒。いや、だから、まあ、最後まで諦めるんじゃない。やれることはまだあるはずだ。意外とでもギリでも、結構な数タップできるからね。あーっと、もう、後回し。あと7秒。あと3秒。ああ、隅になった。慌てるとね、くちゃくちゃになるね、あの動きが。わあ、なんとか。なんとか数は、それなりに出せたかな。問題はさ、この先、レベルいくつがいるって言われるのかなっていう、多分、なんか、9とか、いるんじゃないかと思う。この間8がいるって言われたから、9がいるんじゃないか説。とりあえず、マシュマロがいるって言うんで、50くれるんだよ。結構大きいんだよね。従って、我はそれに従いますよ。ちょっと待ってね。マシュマロね。OK。OK。で、こっちのオリーブの木もそろそろ切れそうなんだよね。もうちょっと持ってほしいけど。持ってくれ、オリーブの木。よし。まだできないんだよな。もう一個いるか。オリーブ。で、蜂蜜が。一回回復してこようか。これ出す。回復する。挑む。とはいえ、もう一個、蜂蜜がいるんだけど、多分そこまで持たない。どうするべきか。何がいるっけ？マシュマロがな。
ただでさえ欲しいのに、納めるはちょっときついね。いやー、でもこんなに余るんだったら最初の頃、キャンプファイヤー買わ、あの、ダイヤで交換しなきゃよかったかも。ダイヤ交換しちゃったんだよね。あんまり出ないかなと思って。ちょっと、見込みが違った。これで、マシュマロはできますが、少々お待ちください。ボートを一漕ぎ。うわ、これ収めたくない とてつもなく収めたくない。一回さ、マックス作っていい？マックス作るためにはね、これできればこれの仕様を一回だけにしたいんだよね。一回だけにとどめたい。せめて。ので、ベーグルまでは1個、ベーグルもう1個作るか。で、下のタスクやるか。なんかモッツァレラどうのこうの。いや、でもこれ、あれだ、終わってる。これ、回復だけ2時間。1時間。1時間でいっか、とりあえず。1時間使いました。ピクニックテーブルまでこれ、だいぶかかるぞ。シャレになってないぞ。どうしようかな。あ、でもそろそろ一陣のミステリーの方が完了する？一瞬そんな感じに見えたけど。たまにあの上に出てくる通知、あれを見てない時があるんだよね。いや、次回までにやっとくよ。星を眺めるロマンチックな時間と。いや、待って、これはね、ちょっと置いとこう。ジェノベーゼソースのモッツァレラピザか。これは、もう次回までに収めておきます。いけるじゃろうね。いや、そうじゃなくて、またピクニックテーブルをもう一個作る間には、あと次何がいるかわからんの、ちょっと大変だな。この今見えてる体力使い切ったら終わるかな。これはね、1個はレベル7を普通に作り、もう一個は、この B カードにおいて、レベル7を作る。で、それを合成してマックスにします。マックス一回も見たことないから、もう見たい。見せてください。あとは、とは6、4、テーブルあと2個ぐらいでいけるんちゃうかな。と思ってるんだけど、甘いかな？わからん。甘いかどうか。でも、次回までに、多分もう一回ぐらい、無限使いたいから、蜂蜜の方もね、
なんとかしておこう。多分キャンプファイヤーはこんなにいらん気がする。いや、気がするじゃない。多分いらない。いらないっていうか、使い切れないな、これ。おそらくね。使うとこまでいけないっていう感じかな。オッケー。うむ。じゃあ一応体力使い切ったので、一回ここまでにしようか。マシュマロのマックス作れそうな感じもするな。あと2回ぐらい。いや、甘いかな。あと2、3回無限使えばいけるんじゃないですか？震え声 いけるんじゃないか。いや、どうだろウルトラレア。重量はそんなにいかんな。待って、こうか。ウルトラレア。スーパーレア。レアが抜けてるのかな？ただのレアが。よいしょ。かも。あれ、長靴の予感がする。ものすごく。どこを開ける？ここかな。だいぶフィールドがね、綺麗になってきたと我ながら思います。長靴。ここかな。よいしょ。あ、全部ね、2タップぐらいしてあるっていう、すごい半端な状態ね。なんか3タップぐらいすると、レベル低いやつだと、出てきちゃうからってのはある。ダイヤ。よし。あ、手が勝手に。手が勝手に。そうだ、今から雨どいの掃除しなきゃ。結構大雨が降るって聞いてるから、ちょっと雨どいの掃除してくるよ。うおー。今日ゆっくりする予定だったのに、昨日とさ、今日の午前中で大体いろんな用事済ませちゃぜっていうさ、いろいろやったぜって いう感じだったが。雨どいのこと忘れてた。大雨降るんだったらね、ちょっと、雨どい詰まり気味だったから、掃除しといた方がいいよな。まあ、後でやっとけばよかったって思う前にね、この後でやるよ やっといてね。別にマイナスなことはないから。ちょっとやっぱ操作がカクつくっていう報告が来ていますってね。ツイッターの方で書いてあったな、そういえば。なんかね、一部のユーザーさんにちょっとこの操作がカクつくみたいなのが起こってるっぽいっす。一応、そんな話でした。
45まで行きました。やったね、一陣のミステリー。というわけで、グリーンのレーンの方は終わりまして、このピンクというかパープルというか、レーンの方にね、まあ、これはもらえたらまあ、おまけみたいなもんですね。よし。じゃあね、B カードもらったし、割と満足かな。というわけで、まあ、ここまで。あれ？ちょっと待ってよ。受け取ってない？いや、受け取ってるな。受け取ってる。あ、よく見れるっていうぐらいか。あ、旗がついた状態を確認できるってことか。あ、なるほど、なるほど。というわけで、ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。